アンドレール・ネスト・モデスト・グレトリは、現在のベルギー出身の作曲家。1767年以降はフランスで活動した。グレトリは、リエージュの貧しい音楽家の家に生まれ、サンドニ協会で、聖歌単員を務めた。その後は、リエージュの協会オルガニストや学長に指示して、鍵盤楽器や作曲を学んだ。しかし、グレトリにより、大きな影響を与えたのは、 イタリアオペラ団の公演に出演した際に受けた実践的指導であった。この時に彼はガルッピやペルゴレージラのオペラを耳にし、すぐに自分自身の勉強をイタリアで完成させたいという希望を抱いた。そのために必要な資金を稼ぐため、彼は1759年にリエージュ大聖堂の司教たちに検定するミサ曲を作曲し、 ユルレ司教が自腹を切ってくれた資金でグレトリは同年3月にイタリアへ向かった。ローマに着いたグレトリはこの地で5年間を過ごし、序盤にバッティスタ・カザーアリに指示して音楽教育を貫徹した。しかしながら彼の火星や大応法の面での進歩は彼自身の信念のゆえに常にゆっくりとしたものであった。グレトリの最初の成功はローマ・アリベルティ劇場のために作曲され、 国際的に称賛されたイタリア語の幕開い劇あるいはオペレッタ作品ラベンデミアトリーチェラベンデミアトリスによってもたらされた。その後、ローマのフランス大使館の職員がグレトリに貸し与えたピエール・アレクサンドル・モンシニーのオペラ作品の台本を研究したことで彼はフランスのオペラコミックに先進しようと決心したと言われている。そして1767年の元日にグレトリは ローマを立ち、短期間ジェノバに滞在した後、パリへと移った。パリでの最初の2年間、クレトリは、貧困やなお知られないことによる困難さと、戦わなければならなかった。しかし彼には、友人がいなかったわけではなく、また、スウェーデン大使クロイツ伯爵の取りなしもあって、クレトリは、ジャン・フランソワ・マルモンテルからリブレットを手に入れ、6週間もしないうちにフズ音楽を完成させた。 そして1768年8月に上演された、このオペラ作品、ル・ユロン・デ・ヒューロンは、比類なき成功を収めた。その後すぐに、ルシール、ルシールと、語るテーブル・レ・タブローパーローンの2作品が上演され、それ以降グレトリのコミック・オペラの先進的、作曲家としての地位は、確固としたものとなった。グレトリは全部で50作ほどのオペラを作曲した。 特に代表作とされるのが、ゼミールと、アゾールゼマイアイアゾアと、死死神王リシャール・リチャード・カーデ・ライオンである。後者は、大きな歴史的事件に、間接的に関わっている。その劇中に、晩餐の場面で歌われる有名なロマンス、オー・リチャードよ、オー・アガ・王よ、世界はあなたを捨てるオー・リチャード、オーモンドは、ルニベール・ティア・アバンドンネ、カーライルは、テュエス・テスのそれと、 同じほどに破滅的であると評したガーリ。この曲は1789年10月3日に、この衛兵からベルサイユ要塞の将校たちへ送られたものであった。そして、それからあまり時間が経たない頃に、グレトリのオペラから借用された、人々の中世の表現に対する答えとなったのがラ・マルセイエーズであった。 死死神のオリシャールは、ジョン・マーゴインによって、イギリス向けに改作が行われている。彼のオペライコールバレ作品、カイロの大象キャラバンジュケアは、ハープとトライアングルの伴奏による、ささやかなトルコフュ異国情緒を持つ、ダイエントフュール・ルング・アオス・デム・ゼレイルの物語の筋に、従った、救出冒険劇であり、1783年に、フォンテーヌ・ブロー宮殿で荘演が行われ、 その後のフランスにおけるレパートリーに50年間にわたって残る作品となった。作曲家グレトリ自身も彼が目撃した大きな出来事に影響を受けないわけにはいかず、共和主義者、ロジエール・ラ・ロージーター・レピュブリケーヌや、理性の共演ラ・フェット・デラ・レゾンなどといった彼のいくつかのオペラの題名は、これらの作品が属している新しい時代の幕開けを明らかに示すものとなっている。 だがこれらは単なる機械音楽ピエスで主観ストンスに過ぎず作品中に誇示されている共和主義者の熱狂は純粋であるとは言えなかった古典文学を題材とした作品によって成功することはもはやほとんどできなかったグレトリの銅像を足元の人々と対比するとその巨大さがわかる彼本来の持ち味は登場人物の描写や 甘美な情緒の表現にかかっていた。一方で演奏海洋作品の構成はしばしば先白で、楽器法はあまりに貧弱であったため、しばしば他の作曲家が新しい時代の聴衆の趣味に合うように、いくつかのパートを書き直さなければならなかった。フランス革命の間に、グレトリは財産の大半を失ったが、フランスの一連の政権は政治的相違にもかかわらず、 クレトリを皇遇することを競い合った。フランス宮廷からは、ありとあらゆる栄誉と報酬を手にし、共和国からは、パリ音楽院の官学官に任命され、ナポレオンは彼にレジオンドヌール勲章と年金を与えた。1813年、クレトリは、バルドワーズ県モンモランシーにある、かつて、ジャンジャックルソーが暮らしていた家で死去した。亡くなってから15年後、 長たらしい訴訟の末に許可が出されると、グレトリの心臓は、故郷リエージュに移された。1842年、グレトリの巨大な銅像がリエージュに建てられた。ありがとうございます。